さすがだな、ゼロ。僕の自信作を倒してしまうとは。まだ昔のことを恨んでいるの？今がどんな状況なのか分かっているの？下手をしたらあなたも自滅しかねないのよ。わかりました。またこのチャンスだと思ってスペースコロニーの事故のおかげで地上から下等なレプリドイドたちを支配するのは早すぎる。僕の理想の世界を作る絶好のチャンスだ。もう誰にも何も言わせない。やっと夢を実現できるんだ。誰にも負けない最強のものをね。 貴様の狂った妄想に付き合っている時間はない。そんなウイルスで作った理想の世界なんて幻だ。すぐに消えてなくなるぞ。今までイレギュラーハンターやレプリコースがありえない。
平和な時がひとときでもあったのかね。戦うことで全てを片付けてきた君にそんなことを言われたく。地球の存亡がかかった大事な時なの。妄想はやめて。あなたはそんなに愚かな人じゃないはずよ。忘れられない。僕の研究が理解されるどころか処分されたことがね。優れていたのになぜ。そこにいるイレギュラーハンター、未だに謎に包まれていて、危険な部分がたくさんあるかもしれないのに、どうして処分されない。待ってるよエイリア。謎に包まれたヒーロー、僕の研究所に。